ルナロッサ、ヨッピーは、エイカワを素材とする財布、バッグや小物等の革製品の製作、販売を行っている高級、エイカワ専門ブランドである。百貨店における、サイジ等や、オンラインショップを中心に販売を行う。ルナロッサ、ヨッピーは、本社を大阪市港区に持つ、株式会社アワジア商店の比較、製品製造部門として2010年に設立された。 工房は大阪市港区にあり、営業所は神奈川県川崎市武蔵小杉にある。ヨッピーとは職人であり、創設者、淡路谷義行の幼少の頃の愛称から付けられた。淡路谷義行すべての工程を熟練の職人による手法制にこだわっている。職人権代表である淡路谷義行は、8歳から師匠につき、疑似餌制作を始める。 18歳で法制を独学で学ぶ。19歳、創作活動中に、剣道のサメ道から、英川の魅力に惹かれ、独自の研究と技術開発を行う。2010年から21歳で、ルナーサ YP を設立。2014年、近鉄安部のハルカス、グランドオープンに伴い百貨店初出店。2015年、阪急梅田本店の時計店にて、常設開始。 2016年日本橋高島屋、玉川高島屋、大阪高島屋出店。福井洋傘、ガルーシャアンブレラストラップ制作。日本橋高島屋2017年新宿高島屋、川西半球出店。2018年伊勢丹新宿本店面図館で、A 川にマーブリングを施したブルーオーロラが発表された。水戸京成百貨店で、藍染めの A 川と内装には、 富岳36系を手ずりした作品、富岳36系が発表。高崎高島屋出展。愛禅映画和と和紙、富岳36系2019年、大丸東京展、高難大、高島屋出展。月給ドラマ、シャーロックに川ファイルを美術提供。2020年映画和の縫製技術について特許を出願。 ファスナー蝶財布、ルーナファスナー蝶財布、ルーナ、蝶財布、アウロラ蝶財布、アウロラ、薄調財布、ヘルメイスリングケース、M2、パルハムチャーム、パラス、名刺ケース、コンコルディア、ビアチョ、革、ファイル、ポルトラノベルト、メルジーヌスマホケース、ミネルバ、時計ベルト、オルフェウスボールペン、 デメテルエイカはギターストラップ玉川高島屋ブログ日本物語ルナロッサよッピー1回婦人用品売り場2018年1月19日閲覧日本橋高島屋ブログファッション雑貨百科時点ルナロッサよッピー1回婦人用品売り場2020年4月15日閲覧ありがとうございます